いろんな伸び方してる。もうめんどくさいから V 字回復していく。スイカ栽培。前回の動画から2週間ぐらい経ってると思うんですけれども、合計40リッターぐらいになるように水を入れたんです。もうめちゃめちゃ減ってます。根っこもチューブラリンですね。水位とともにもう下がっていかないチューブラリンの状態で5センチぐらいですかね。根がもう絡まりまくって相当やばいですね。本来であればこの電気こうブーンって伸びてるのに合わせてこうだんだん高くしていったりした方がいいのかなと思ったんですけど、もうめんどくさくってマジで何もやってないですね。何もやってないおかげで常にライトが当たってるこの葉っぱの部分、これがもう焼けてきている。もうライトがもう直で当たるところですね。でここみたいなのも焼けてますね。他は大丈夫、あまり大丈夫ではないのかもしれない。この鎖にトマトをくくりつけました。茎がもうぶっ倒れちゃったんですけども、あーやべー、こっちも倒れる、あーべー自立させた方がいいかなと思って、この鎖とと伸びてて、まあ、こっちに繋がってるんですけども、重みで紐がもう随分と下に下がっちゃってる。紐にこう引っ張られて鎖もこんな感じにキュッキュッっていう風になっちゃってますね。こういう風な角度になってたんですけども、まあ、前回の予想通り西日が入る窓、こっちから太陽の光が入るので、こうなってもこういう向きで葉っぱやら茎が伸びてきてるんじゃないかなと。手前側の葉っぱもそうなんですけれども、葉っぱの表面とにかく太陽の方を向こう向こうとしてると、こっちがあの窓側なんですけども、この葉の表面がもうこっち向こう向こうとこう生えてきてるけども、理科とかちょっと詳しくないからなんかあるんでしょう、あの葉の表側とか裏側とか、表側がとにかくあの光が、差し込んでくる方向に向こう向こうと今努力してる感じが見受けられます。根元はこんな感じで、去年育てた時は1本でやったんですけども、これ多分なんだっけ3本分ぐらい生やしちゃってるのかな。ここまでほったらかしにしたことが初めてなので、ちょっとどうなるかわかんないんですけども、このままもう行くしかない。いろんな伸び方してる。この右側と左側は紐にくくりつける場所もなくって、そのままもう倒しといてるんですよね。の奥の2つは各々のね方向に倒したと。もうめんどくさいから、生命力というか茎が下向いててもだんだん上に向いてくるっていうか、こうなってたのがグーンとこっちになってて、壁だったんで紐入らんから枯れるかななんて思ったんですけども、もう全然そんなことない。強いな。ここのラインビューってきてるけども、結局こう V 字回復していく、上上へと日の当たる方向へ伸びていくっていうのがもうすごいなと。花みたいなのがついてきてる。これで言ったら同じところに2つあるのか、なんかいろんなところで花咲き始めてるんですよね。あ、これとかもそうか。生い茂った中にいろいろあると。いつトマトなるのかって、気になって調べたんですよね。今更かって感じなんだけども、最初の花が咲いてから50日後ぐらいから実がなるみたいな。家の中なんで風も吹かなければもう受粉、本当にね理科が得意じゃない。小学生でも分かりそうなことはもう1ミリもまあ分かんないんですけれども、受粉をしないと。室内水耕栽培の場合は揺らす、揺らして解決するなら、まあ揺らすに越したことないかなと。いろんなところを受粉させる。なんせね、あの水が少なすぎるので、バケツでもって水をこうやって入れたんですけども、前回もこぼれたし、ああ、まあ、なんならこんなに育ってない時もこぼしてるんだけども、ガサガサになってマジで床ビシャビシャになっちゃうから、いいもの用意しました。4リッターの醤油のペットボトル、これ洗って、中に水を入れて、この隙間から入れると。隙間もねなかなかね、スッ全然こぼれない、最高すぎる。時と場合に応じてこういろいろ応用できる、これも素晴らしい能力なんじゃないかなと自分でも絶賛しているところです。これを何回か繰り返していきたいと思います。これで、ね、4リッターのペットボトルで8回入れまして、32リットル対応するような液体肥料を入れて、ようやくここまで水位が、さっきここ
ぐらい、下から5センチぐらいだったのがブーンと、これでまたしばらく水入れなくていいんじゃないかなと思って、前回の時にやるやるとかって言ってたんですけども、水遮光しておかないと、光を遮っておかないと藻が発生するんです。やろうかなと思ってはいたんですけれども、若干面倒くさくなっちゃって放置したっけ、完全に緑色になってしまって、こう藻が大量にとまではいかないか、そこそこ発生しておりますね。この根っこ、これも完全に絡まってるけれども、まあ、色的には別に悪くないんじゃないかな。もうちょっとちゃんとやればもっと良くなるんでしょう。まあでもトマトは強いからいいけど、スタイロフォームがここまで水位があるんです。32リッター入れたからあるんですけども、水に浮く性質だから、こっちの手前の断面はここに本当来なくちゃいけない。いろいろと引っ張られたりしてるのか、違うか、これ重たくなってんのか、もう成長しすぎてこのスタイロフォームの浮力じゃ支えきれなくなってるのかもしれないですね。家でやるのが限界、この10本も苗あって、こんなちょっとちっちゃな水槽でやるのはもしかしたらもう限界に来てるのかも知れません。本当は浮くはずのものがこうやってビューってこう下がってきてるんで、まあいろいろと不具合が出てきているのではないかなと。4月も今中間ですけども、北海道本当にやばくって、昨日だったか一昨日だったかな、雪も降っちゃうぐらいなので、僕農家じゃないので、ビニールハウスとかも外にないから、これはこのままやっていく感じでいいんじゃないでしょうか。今回は経過報告ということで、水も、足しました。水も足しましたっていうか、もう水を足しただけなんですけれども、次は実がついた頃に、実がつけばいいなと。違うな、移動するかもしんないのか、もうこの水槽じゃどうにもならんくなって、友人の農家の方がいるので1本とか2本そっちで水耕栽培実験するのか、ちょっとどうなるかはよく分かりませんけれども、今はこんな感じです。